こんにちは、アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2020年1月16日の新入荷情報についてお伝えしたいと思います。毎週ですね、その週に入荷いたしました、水草であったりとか、流木、石、そして水草専用器具ですね、そのあたりについてですね、いくつかピックアップしておすすめをご紹介しております。で、今回はですね、前景草をですね、水草の方は取り上げたいと思います。で、ただですね、前景草の入荷情報をですね、お伝えするのではなくてですね、今回ですね、各水草のですね、特徴であったりとか、どういったところに着眼して前景草の種類を選べばいいのか、そのあたりについてですね、解説をね、していきたいと思います。で、わさび水草チャンネルではですね、新入荷情報のところもですね、ただですね、商品入荷しましたっていうのがでね、終わりではなくてですね、毎回ですね、皆様のね、少しでもお役に立てればと思いまして、ワンポイント解説もですね、含めてですね、商品のご紹介をしていきたいと思います。で、今回の動画の後半ではですね、アクアリウム用品の中から、ソーラー RGB ですね、こちらをちょっとピックアップしてですね、ご紹介したいと思います。ぜひですね、最後までチェックいただければと思います。はい、ではですね、今週入荷した水草の中から、5種類ピックアップしてみました。まずですね、こちらがグロッソスティグマ、ニューラージパールグラス、キューバパールグラス、そして、ショートヘアグラスとウォーターローン。この5種類がですね、水草水槽でね、比較的使われる、前景草の、メジャーなところになるんですけども、前景草の、分野ってですね、結構、当店のね、ご来店いただいているお客様からもですね、とてもご質問が多くてですね、例えばなんですけども、おすすめのね、前景草ってありますかとかですね、前景草の種類選ぶときのポイントってありますかとかね、あるいはですね、自分のね、水槽設備がですね、これぐらいの水槽なんですけども、それに合った水、前景草ってどれになるんですかねみたいなね、どの種類をですね、選んだらいいのかね、よくわからないって方がですね、結構たくさんおられましたので、今回はですね、選び方のポイント、ここに絞ってですね、解説をしていきたいと思います。で、この5種類の水草なんですけども、実はこれ、並べ方にもすでにある意図がありましてですね、実はこの上下で見ていただくと、上3つ、下2つですね、上下で見ていただくと、見た目の違いで分けております。というのがですね、この上の3つはですね、絨毯状に広がっていく系の、前景草になります。要はですね、丈が伸びない、伸びにくい、前景草になります。もちろんですね、育成環境とか、育成のやり方によっては、丈が伸びちゃう場合があるんですけども、基本的にはですね、正しい管理方法をしておくと、この上の3つに関しましては、平たーくですね、もう絨毯状に広がっていくタイプの3つになります。で、下の2つ、こちらはですね、言葉的にそうですね、わかりやすく言うと、芝生ですかね、芝生状になるので、ちょっとね、畑が若干これに、こちらの3つに比べて畑が伸びるタイプですね。ゴルフ場のね、グリーンを想像していただくと分かりやすいんですけども、それを間近で見た感じですね。ちょっともう分かりにくいですかね。一般的なですね、お庭の芝生みたいなイメージになります。こちらのね、動画見ていただくと非常に分かりやすいかと思うんですけども、こんな感じですね。こちらがショートヘアグラスの、芝生状になっているところですね。背景はですね、ヘアグラスを使っているので、普通のショートではなくてですね、ノーマルのヘアグラスを使っているので、ちょっとね、丈が長くなっているんですけど、この前寄りのところがですね、ショートヘアグラスで、いわゆる芝生状になっております。ちなみにですね、こちらの、水系の、作り方につきましてはですね、メイキングの動画をですね、過去に、アップしておりますので、そちらの方を見ていただければですね、作り方をすべて公開しておりますので、ぜひチェックいただければと思います。下の方にですね、リンク貼っておきますので、そちらの URL を貼っていた、押していただければ、すぐ動画に飛べるようにしておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、一方ですね、こちらの、ウォーターローンにつきましてもですね、こんな感じで、見ていただければわかりやすいんですけども、こちらもですね、ちょっと若干ショートヘアグラスに比べると幅広で、背丈がちょっとね、丈が、伸びる感じで、こちらもですね、本当にライトグリーンの芝生といった感じで、草原を演出することができます。こちらの、水槽につきましてもですね、メイキングで、作り方すべてですね、公開しておりますので、こちらの方もね、気になった、方はですね、ぜひね、下の、解説欄のところから、過去の動画を見ていただければと思います。
で、ちょっとですね、話を、戻しまして、上の、グロッソとニューラーチとキューバーパールの、解説に、戻りたいと思います。こちらですね、順番がですね、こう、左から並んでるんですけども、成長が早い、成長が遅いと思っていただくと分かりやすいです。こっちから順番にですね、一番成長が早いのがグロッソ、その次はニューラージ、そしてキューバ。こんな感じでですね、成長スピードに、が違うといったところで、3つ並べております。で、実はですね、難易度につきましてもこの順番なんです。要はですね、グロッソスティーモが一番簡単で、ニューラージがその次で一番、まあ難易度的にはちょっと若干難しいのがキューバパールグラス。まあそんな感じですね。で、あと葉っぱのサイズもこの順番です。グロッソがちょっと、一番葉っぱがサイズが大きくて、ニューラージがその次で、キューバパールグラスが一番葉っぱが小さいと。まあこんな感じでですね、非常にわかりやすく、並べたんですけども、で、こちらの下の2種類ですね。ショートヘアグラスとウォーターローンにつきましては、育成のやり方によってですね、難易度とかね、成長スピードが全く変わってしまうので、ちょっとここはですね、特に順番に並んでるっていうわけではないんですけども、まあ、というのがですね、ウォーターローンの場合なんですけども、これをですね、水槽に水を張った状態でですね、まあ、いわゆる通常のね、ごくごくノーマルな、立ち上げ方をすると、かなり難易度上がっちゃうんですけども、で、一方でですね、ミスト式ですね、ミスト式で、管理してしまうとめちゃくちゃ簡単になっちゃうので、ここはですね、これが、この順番が、あべこべになったりとかするので、このあたりはですね、ぜひですね、当店のメイキングの方の動画を見ていただければですね、詳しく解説しておりますので、ぜひチェックいただければと思います。で、最後にですね、選ぶときの、ポイントの、総括をしたいと思うんですけども、例えばですね、小型水槽で、全ケースを使われたいという方はですね、まあ基本的にはグロッソ以外なら大丈夫かなと思います。別にグロッソ使えないことはないんですけども、ちょっと葉っぱのサイズがですね、この4種類に比べると若干一回り二回り大きいので、まあ細かくね、作った方が小型水槽の場合は美しいので、この4つから選ばれるといいかなと思います。まあ一方ですね、60センチ以上でしたら特にどれ選んでいただいても問題ないかと思います。であとですね、まあビギナーの方ですね、比較的ね、まだ水草経験ね、水草の栽培経験が浅い方にとってはですね、そうですね、まあ、この3つですかね、ショートヘアグラス、グロッソ、ニューラージ、このあたりはものすごく簡単なので、このあたりからですね、チャレンジしていただくのがいいかなと思います。で、まあミスト式で立ち上げるよっていう方はウォーターローンもね、こっちのところに入ってくるかなと思います。で、キューバパールグラスにつきましてはですね、ちょっと押さえておくね、ポイントが、数点あるので、まあちょっと若干ね、難易度は、高めって言ったところになるんで、まあキューバに関しましてはですね、ちょっとここで解説をしてしまいますと非常に長くなってしまうので、今回は割愛させていただきます。で、今回紹介しました、水草なんですけども、まあ、すべてですね、AD のバイオ水草の森、まあ、組織バイオの水草でご紹介したんですけども、まあ、お近くにですね、ADA 特約店がないって言ったね、方もね、多々おられると思いますので、まあ、そういった方のためにですね、下の解説欄にですね、代わりがね、効く水草の方をね、ピックアップしてね、ご紹介しておりますので、そちらの方からですね、詳細確認いただければと思います。はい。ではですね、次に、最近入荷しましたアクアリウム用品の中からですね、こちらの ADA アクアスカイ RGB をご紹介したいと思います。こちらのね、照明器具なんですけども、これがですね、昨年末にですね、発売されたばかりのまだ新製品なんですけども、実はですね、もう、初期ロットがですね、12月分、入荷分の初期ロットがですね、あっという間に完売してしまいまして、まあそのままずーっとですね、もうメーカー欠品というか続いておりまして、入荷ができなかったんですけども、まあ今回ですね、わずかながらなんですけども、シルバーとブラック、一応ですね、両方入荷できましたので、もしね、お探しの方がおられましたら、ぜひご来店いただければと思います。ただですね、ちょっと今回入荷台数がですね、非常に少なかったもので、もしご来店いただいた際にですね、欠品でもう売り切れていったこともね、ありえますので、その際にはですね、ちょっとあらかじめご了承ください。で、この先なんですけども、やはりですね、人気商品っていったところもありまして、しばらく品薄の状況が続くといったこと、予想がされておりまして、まあ、今回ですね、入荷した、在庫分がですね、もし完売した場合ですね、おそらくですね、次の2月中旬とかね、そのあたりになってくると思いますので、お急ぎの方はお早めに、最寄りの特約店の方でですね、お買い上げいただいた方がいいかなと思います。何かね、ご不明な点とかあればですね、ね、店長さんとかね、スタッフさんに聞いていただければですね、答えていただけると思いますのでね、ぜひぜひ皆さん、見に行っていただければと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今週もですね、新入荷情報と、ワンポイント解説ですね、まあ、一緒に、ご紹介したんですけども、まあ、今後のですね、わさび水草チャンネルの、商品新入荷情報のね、回につきましては、今回のようにですね、皆様のお役に立てるようなね、情報と、入荷情報とですね、一緒にね、動画を作っていきたいと思いますので、またですね、継続的に見ていただければと思います。で、あとですね、もしですね、今回また前景層のところとかですね、ご質問がございましたら、ぜひですね、下のコメント欄の方にね、書き込みいただければ、しっかりですね、目を通させていただきます。ただですね、今、お一人様ずつですね、ご質問に対する回答といったところはちょっとお出しすることが、ちょっと時間的にできませんので、まあ、そのあたりはですね、ちょっとご了承ください。ただですね、重複する内容、同じような質問がね、多々ありました場合にはですね、わさび水草チャンネルの、動画の中でですね、回答をね、そこでお出しいたしますので、ぜひですね、何かあれば書き込んでいただければと思います。で、今回のですね、また動画、もし気に入っていただけたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。また次週ですね、新入荷情報、こうご期待ください。ありがとうございました。